はい、皆さん、こんばんは、岩尾です。はい、今日はまた今、三国志をやっているんですけど、はい。まあ、一応、今は、もう夜の12時ですね。はい。まあ、12時は、まあ、とりあえず今日はガチャの方は、ちょっと銭ガチャとか、あと無料と半額を、2回やるつもりですね。はい、とりあえずこちらはボーナスはちょっとゲットしますね。はい。まあ、400か479なら、まあ一応、こっちね、こっち、劉備が出るかな。はい。まあ、とりあえず、こちら今、部隊は、今使ってる、主にはこの、東徳ですね。はい、呉の東徳ですね。まあ、3人、かっこいいですね。まあ、願わくば子孫の遺徳が視界に轟き、九州を総括し、帝業をなせるよ。技の方は、まあ、ちょっとサポートですね。あと、ちょっと回復ですね。はい。あと言っは、たことは必周ず遊実行でしすろ。ね。刑があればそれに周遊従え。は、2つの、ダメージですね。まあ、指で弾けばリクソン炎のはダメージ瞬ですく間にね。広がる。はい。クジラも玄武もまあ、はい。こちら、あと1部この義隊の刃は、は関羽ですね。主君のために立てよ。関羽と張飛とか。まあ、劉備出たらちょっと完璧ですね。うちのまものあ、一つ実月の光を取り戻しましょう。脅威は、はい。まあ、とりあえず、職のボーナスですね。はい。まあ、一応他の部隊は、こちらは、知者見出して準使え備る役でこすと。ね。準備役3人。まあ一応私、連盟を作ったんけど、はい。今メンバーは5人ですね。はい。まあもし、ご視聴いるの方は、まあ僕、加入したいとか、まあぜひ、こちらの連盟に、加入しますね。はい。まあ、お待ちしております。はは。まあ、今、とりあえず、30日の12時は、初めの工場ですね。はい。まあ、一応、できるかなと、ちょっと、わからないけど、はい。まあ、明日1日準備して、まあ、とりあえず、やってみますね。はい。まあ、今日は、あとは、はい。まあ、まずは、こちらの銭ガチャ。OK。あと、これ。これは何かな。まあ、一ご応、安心新く規だはさい。私も、いるんけど。強力な軍隊は規律を基本とし。まあ、はい。これ、これくらいですね。はい。まあ、あと、無料ですね。と、半ああ、はい。まあ、はい。こんな感じですね。が、ちょっと15足りないかな。15足りない。ああ、15足りないけど、まあ、はい。まあ、とりあえず、今日後でやりますね。はい。はい。まあ、とりあえず今日はご視聴ありがとうございます。絶対チャンネル登録お願いいたします。